さあ続きやってこう。なんだけど、まずは前回の午前中終わった後に、なんだっけ、アイアンガーデンチェアとテーブル用に鉄鉱石を集めてきました。タンスの中にあったのを集めてきて、あと柔らかい木材も積み木のおもちゃを作るのに必要だったんで集めてきました。早速ね、作ろうか。まずは先にアイアンチェアとアイアンガーデンだっけ、アイアンガーデンチェアとアイアンガーデンテーブルを作った。よし、でもっと作る。でアイアンガーデンテーブルも作っちゃいます。はい、アイアンガーデンテーブルを作りました。で、とりあえずこの積み木のテーブルと積み木のコンボを作るには積み木のおもちゃが必要なんで、積み木のおもちゃを作るために柔らかい木材を集めてきたんで作ります。はい、積み木のおもちゃできた。もっと作る。これもう一個作ります。はい、どうだ。間違えちゃった。で、これで、積み木のおもちゃを、あと作る、積み木のおもちゃで作るには、柔らかい木材8個と、柔らかい木材合計13個必要なんで、これをちょっと作ろうかなと。あと、巣箱を作るにも木材が必要なんで、柔らかい木材が18個、木材が2個、必要ですね。今回は柔らかい木材18個と木材12個作りたいと思います。作りたい、採取したいと思います。もうある程度柔らかい木材とか拾っちゃったと思うんで、斧で切りますか。よし、柔らかい木材、柔らかい木材が結構手に入るからね、これは嬉しいけど、硬い木材もそのうち必要になると思うんで。あ、木材は、うわー、斧壊れちゃった。あー壊れちゃった。よし、じゃあ斧作っちゃうか。斧がないとどうしようもないからね。そぼよの、あれ、斧どこだった。これか、木の枝と石を取りましょうか。お金、木の枝、木材あるじゃん、この辺に。木材は2個でいいんだよ。で、柔らかい木材18個。あと、前回資材集めしてるときに、あのパチンコで風船を割ったんで、それをプレゼント当てちゃいますか。タペストリー、何それ、あとで買うぞ。あっち側行ってみる？柔らかい木材落ちてるかもしれないからね。よし、お、雑草すげえな、この辺。うわ、全然落ちてね。木の枝が落ちてるけど、お、あれでかくない？あの魚影、ブラックバスか。ブラックバスにしては大きい気がするな。あの化石は邪魔だけど。ほっ、1、2、早いね、取りよすぎ。3、来た。ブラックバスかな、まあ、ブラックバスか。ブラックバスにしては大きいよね、これ。カタツムリがいるけど、とりあえずお金はまだ今回採取してないんで、お金も出てくると嬉しい。間違えました。はい。ああ、まあいいや。石も、どっちみち必要だしね。はい。はい。石拾って。石いっぱいなの？マジか。どうしよう。風船の音しない？
風船の音しない？すんじゃん。あるじゃん、風船。やたら風船飛んでんな、最近。よし。この辺で。ほい。荷物いっぱいなんだよ。一回ちょっと、荷物整理というか、作ったアイアンガーデンチェアとかを、置きに行きますか。アイアンガーデンチェア。1号店がもう完成したから、2号店どうだ、まだいいのか。アイアンガーデンテーブルを飾って、アイアンガーデンチェアを飾って、よし。これで、あとは巣箱と、積み木コンボとかですね。木材は欲しいな。あ、でもあるんだよ、この辺いっぱい。柔らかい木材。やった。木の枝も拾って、木の枝はあと1個か。2本か。コーヒーなかった？あるじゃん。あ、柔らかい木材が増えてる。柔らかい木材18個必要だからな。結構まだかかるんだよね。よし。で、これで、あとは石を。おお、びっくりした。どうしたどうした。頑張ってるか。頑張ってるよ。めっちゃ頑張ってるよ、今。大御所の人結構気持ちいいぞ、まだ。まだも頑張れよ、使ってたかもしれないよ。でもこんな感じで。ケニクマンザーイ。かわいい。あ、リアクション覚えてるか。頑張れーん。リアクション押し迫った。ファイトー。お、いいね。ありがとう、ケニくん。住民がリアクション教えてくれるのいいですね。じゃあ、ちょっとしたんだっけ。あ、やわらかい木材見つけ。やわらかい木材は積極的にやっていきたい。で、石をゲットして。そうだなぁ。石を集めて、粘土を集めて、化石、うわぁ。いっぱいだな。どうしよう、ブログいっぱいなんだけど。とりあえずタペストリーをこの辺に置く。飾るのか、崩れに。一回化石を置いて、で、スコップで、じゃあちょっと、スコップで穴掘って、で、掘って、お金。お金じゃないか。はい。スコップ壊れたやつな。よし。で、これで斧作っちゃおう。斧作りましょう。作っちゃう。よし。ちなみに普通の斧を作るには、これは木材と鉄鉱石か。木材でも一発目は違うのか。さて、斧を作ったんで、とりあえず先にね、あと8個作っちゃおう。よいしょ。うわ、柔らかい木材出ないな。来た来た。よしよしよし。はい。はい。斧が今回のパッチ壊れないことになって。うわ、めっちゃ普通の木材出てくんじゃん。柔らかい木材全然出てこない。出てきた。一個の木は何回もやってみる？はい。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 あ、出てきた。ここら辺木材多いな。よいしょ。足の中の木材。これであと3個だね。はい。はい。あ、あそこにあるのは柔らかい木材じゃん。はい。あと1個で完成するぞ。はい。あ、落ちて落ちて。よーし、これで OK。入りましょうか。
あ、そうだ、株価見ないといけないな。午前中103秒だったから、午後の株価を見とかないといけませんね。あ、何その吉。馬さん、どうもどうも、どうした？どうだ、もうしつこいの水沢も？頑張ってまーす。順調な何よりだもん。任務終わったところから順次応接工事されて、明日にも一年で始めるか。あ、そうなんだ。3機をまとめて、迎え入れるわけじゃないんだ。なるほど。保育士さんね、幼い方針でも進めるつもりだけど、入居者の気持ちの看板に入居者の発表が貼っていくから、興味があるのかもチェックしていてね。とにかく、この調子で引き続きお願いします。わかりました。来てよかったね、ここ。ディアバイス。これだ。積み木テーブル。積み木の持ち手、柔らかいもくさい。オッケー。よし。積み木テーブルができた。もっと作る。積み木コンボ。よし。で、もっと作る。で、巣箱を作ろう。よし。これで、あとは、2軒目は、パンジーのリースだけだ。はしご作んなきゃいけないからね、パンジーのリースやるには。これは次回でいいかな。とりあえず今回は結構資材集めに頑張ったんで、パンジーのリースも、だってあれでしょ？パンジーのリース手に入れるためのはしごが、この木材が二重木材、柔らかい木材なんで、それは次回作っちゃおうかな。とりあえず、どうしよう。とりあえずは、まずは、入居者情報を見に行ってみる？もうできてんの？これか。ご契約タイトル。プースキ様。誰？プースキって誰？プーさんかな？クマなのかな？ご制約してる。早い。もう明日には住民来るのか。嬉しいね。よし。で、あとは、巣箱を。ちょっと待って、これで屋外用はもう大丈夫よね。全部そっちで、あと室内用、家具を提出する。よし。はい、これで提出した。で、あと2軒目がパンジャニースだけでいいんで、もう現時点でこっちに珍しい橋渡ってたもんね、さっき。よし、これでいいか。で、最後に、最後でね、まだ時間はあるか。一回、早くはしごも作っちゃいたい気分だけど、まずは、株価チェックをしましょうか。ああ、たぬき商店の右上にも柔らかいものがありましたね。すいません。さあ、株価。今日の株価は？なんかこっち、安い！安い！これはいらん。じゃあ、メモしとこう。あっち8ミル。オッケー。これは午前中に103ミルの時に売ったべきだったか？はい、ありがとうございました。よし。じゃあ、化石を鑑定してもらおう。3軒目も早く建てたいんだよね、家。ただ、1軒ずつやりたいし、住民も一気に増やすのもあれだから、まあ、そのうちでいいでしょう。風太くん起きて。ご、は、すみません。こんにちは、山さん。博物館へようこそお越しくださいました。化石の鑑定、お願いします。どうぞ。なるほど。じゃあ、ケツアルコアトルスの左翼。これは寄贈したよね。はい、ありがとう。あ、じゃあ、また前鶴商店行って、売ろうか、後で。間違えちゃった。これ間違えちゃった。
はい、たすきを、たすきの鑑定。はい、化石どれふむふむ、なるほど。あほー、少々判断屈しました。これはスミロドンの蚊だ。スミロドンは初めてじゃない？じゃあ起動しちゃう。はい、お願いします。じゃあ解説お願いします。そうですか、そうですか、任せください。それではご本スミロドンはですね、別名サービルタイガーと呼ばれる巨大な犬種を持つ猫の仲間です。前までサービルタイガーさんじゃなかったっけ、飛び盛りではスミロドンに変わったかな。総数大幅大人になると20センチ以上になったか。1万年前に絶滅したんですが、その原因は食料不足でした。セットのマンモスが気候変動に絶滅してしまったからということです。あ、かわいそうに。はい、ありがとう。じゃあ最後、いつも化石4個埋まってるはずだけど、まだ3個しか見つけてないからね。 あとあれだ、海岸線まだ探索してないな。メッセージボタンを取ってこしないからね。なるほど。ほほー、これは麦山くん、パーサルドロフスの頭。あ、ないんだ。パーサルドロフスは起動しましたね、他の部位起動しちゃう。はい、お願いします。はい、最後に登場します。これは前回だね。はい、はい、ありがとうございます。だいぶ化石も揃ってきましたね。 OK。 あ、ひまわりの位置が。雨今日ずっと降ってるな。という感じで、化石協力キャンペーンと風船か、パチンコバルーンファイトキャンペーン、バルーンファイトっていうゲームありましたもんね昔。よし、サツと何すんだっけ。あ、一回チョイちゃんに会いに行ってみる。チョイちゃん、こんにちは。いらっしゃい。薬で言っとくね。じゃあね、話来てよ。いいだろ、そこのスキンベッド。嫌なことあった日も、ここに来れば一部お休み。もうすぐまたスッキリしたじゃね。すごいな、治療に寝るなんて。よーし、じゃあ豆通商店で化石を、化石と、これなんだっけ、トミストリーか、石とブラックバスを売ろう。そしたら1万部位なんじゃないの。でローンを返済しちゃいたいっすね。はい、お願いします。はい、買い取って、お願いします。ブラックバースケツアルコアトルスの3000秒くらいいく。5400も結構いくな。ケツアルコアトルスの最悪はこれなんだろうね。で、これでローンを返済しちゃおうか。よーし、いいね、いい感じ進んでるよ。よし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 、どうも、チワース、ミカウェルです。ローンだ、ローン返済。ATM ローンの返済、所持金、おらー、全額。よーし、クリアとしました。やったー、こちらのローン全部払い終わった。お、ライデージが、なんかいっぱいあるな。宿ローン完成だもん。ローン完成の今6だもん。きっちり返してくれてもらってね。何かあったやつも声かけてちょうだい。これからも3から都合一気に。どうも。ローン卒業生。よし。これで家をでかくできんのかな、また。狙いバルーンハンター。誰が飛ばしてるのかなんだけど、時々プレゼント付きの風船が飛んでくるだもん。
あれをたくさんちょっと作ってきた。まあ、ルブセンツーダーも。はい、ありがとう。ユルフワッキンのパチンカー。おう。ドアも返済してよ。どうもどうも、皆さん。もう一度全部払ってくれたやつでした。目の前であったからね。ローさんなちゃん立ってくると思ったんだもん。ここで今落ちてすぐに満足してたもん。少し手伝い感じることだったな。ここでもう少し強いうちに強くすることをご提案するだもん。その方が家具もたくさん崩れるし、ショルドペースだって広がるから暮らしに行ってくれるんだもん。とにかく興味があったけどそうしてねえだもん。じゃあ、お願いしますか。よし。アイホームの相談。そうね。ローマさんのうちだ。お部屋広くするのをおすすめするだもん。19万セミ一気に増えたな、10万ビルも。19万のセミドームを組むことなんだけど、いかでも。お願いします。毎度にジャックオーチさんが住めるからね。あ、そうだ、いい手もしてないよ、買ってみる。また宿に選んでもらえたもん。この中好きなのを選んでもらえたもん。青結構気に入ってるから、青でいいかな。SP プロジェクトのメンバーカラーも青で全部。はい。はい、お願いします。大変だね。俺の今の家と、あの、プースケだっけ？プースケさんのお家作るの。ごめんね、たぶん、忙しくて。こんな雨の中、忙しくさせて。申し訳ねえ。よし、じゃあ最後にこの部屋が見納めとなると思うんで、見ちゃいますか。よし。タペストリー用。あ、これあれじゃない？キキボスター。キキボスターもいい曲だよね。キキボスターと森の生活とブルーおネギが好きです。で、タペストリーを壁に飾る。おお、タペストリーいいじゃん。ちょっと思ってたタペストリーと違うな。サッカーのほら、選手が交換するじゃん。代表戦とかで。その時のタペストリーを想像してましたね。キャプテンが交換する。まあいいや。よし、この曲は何だ？エレキソング。いいね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうかね。粘土を収納。石も収納しちゃうか。じゃあ次回は、なんだっけ？パンジーのリースを作るために、はしごを作っちゃいますか。はい、というわけで、今回はこの辺でお会いしたいと思います。動画時間もちょうどいいくらいかな、編集して。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローぜひよろしくお願いします。では、バイバイ。またねー。お疲れ様です。